Thank you.
何を召し上がりますか？またのお越しを。いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。させてください。このままでは兵たちが全滅してしまうわ。ならぬ。お前はわしの切り札なのだ。目を下すまで出てはならんぞ。守りを固めよ。劉備軍ごときに負けはせん。
私が劉備に負けねばならぬ。何が劣っていたというのだ。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。すごいっすね。輝いてますぜ。おお、兄者はありましたな。我が大将果たしてみせる。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。兵たちよ、声を上げろ。劉備軍を武陵より追い払うのだ。この森を生きて抜けられたらの話だが。まさか負けるとは。俺の武陵が劉備軍に。この勝利皆のおかげだな。見事な戦ぶり、感服いたしました。
慎重に進みましょう。心もとない兵糧は軽動兵が死守してみせる。よし、劉備軍はうまく引きつけられた。今だ、兵器を起動せよ。誰にも止められますまい。これで霊霊は劉備のものか。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。慶応に放流あり。ここが貴様らの墓場よ。これだけの防備があるのだ。さすがの劉備軍も突破できまい。この防衛線が突破されるとは。まずい、慶応が危ういぞ。
ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶり。おお、兄者、やりましたな。席を用意させます。ささ、将軍、お前たちはもう袋のネズミだ。それ、長雲らを討ち取れ。報復は策であったか。だが、これ式の方位、突破してみせる。今だ。山頂より矢の雨を降らせよ。
さて、慶州四軍の攻略、順調に進んだね。皆が待ち望んだ劉備殿の国がようやく。まさか劉備殿を一人で慶州四軍を全て制圧してしまうとは。劉備殿は残念ながら劉備殿が先ほど亡く、慶州の正当な後継者がなく、とりあえず時間稼ぎをしている間に早いとこへ行け。わさ、話がまとまらんな。どうあっても慶州は返さんというのか。慶州は劉備殿が亡き劉表殿から託された地。返す返さぬのいさかいは益のないものです。なあ諸葛亮、俺はお前たちとうまくやっていきたいと思っているのだがな。ならばこそです。命の相手が流浪のままでは孫悟にも利がないでしょう。劉備殿が地を得るため今慶州を失うわけにはいかないのです。ならば慶州四軍はそれまでの貸しとしておこう。いずれ戦火の中心となるかもしれんな。孫悟は同盟の強化のため相国殿を私の妻にせよというのか。はい、慶州を借り受けることには納得していただけたものの、我らへの不信は拭えません。血縁関係を結べば裏切ることはないという考えなのでしょう。その考えはわかる。だがそれでは相国殿があまりに。お気持ちは察します。ですがどうかお受けいただきますよう。相国殿、こたびはそなたにも辛い思いをさせることになった。ううん、大丈夫。兄様たちの思惑はあるけれど、私は私の意志でここに来たの。だから私今とても幸せよ。自分の意志で、それはどういう。そんな率直に聞く。もう私たち夫婦になるのよ。そういう話はおいおいしていきましょう。これからよろしくね、玄徳様。ああこちらこそ。
おお、諸葛亮、来たか。こちらは。なるほど、あなたが劉将殿からの使者というわけですか。さすがは牙領と呼ばれた方だ。では俺がなぜここにいるのかもお分かりでしょう。劉将殿は劉備殿との同盟を望まれていると推察します。ご明察です。今や益州の周りは脅威にあふれかえっています。今領州を攻めている曹操はそこを制した後必ず益州を狙ってくるでしょう。五渡米道を掲げる益州の北漢中の長路も虎視眈々とこちらを狙っている。そこで劉備殿の力を借りたいと。ですが劉備殿の力を加えても益州は守りきれないのでは。本当に腹立たしい人だ。全てお見通しってわけですか。曹操は知っての通りの先行者。漢中には領州から流れた猛将がいる。対して劉将ってのは益州にこもりっぱなしでまともに戦をしたことがない。追い込まれるまで何も手を打とうとしない。そんな日和見の保身しか考えてない男が。劉備殿の強さに懐疑心を抱き恩を仇で返す、俺の一番嫌いなやつです。そんな人物に国を保てると思いますか。法政殿、何を言う。俺がここに来た本当の理由は別にあります。劉備殿、あなたに益州を取っていただきたいんですよ。慶州を取ったあなたならば劉将に代わって立派に益州を治められるでしょう。なんだと。そなたは私に劉将殿を責めろというのか。先ほども言った通り、俺は恩を仇で返す奴は大嫌いです。劉将に仕えていたのは奴への忠からではなく益州を守るため。今となっては倒す方がよほど。法政の言う通りだよ。今一番困ってるの主がまともに叩く。我らはこれ。劉備殿、あなたは馬長殿、馬隊殿、よくぞ来てくれた。漢中に金馬長あり、その有名は我らもよく。劉備殿、長路の将である俺たちをここへ呼んだわ。それはそれってお前ごでこのまじ我らは官室の牽制を借りど曹操を討つだけでなく世に平安をもたらすとはまさに正義の神君。わお益州はご存知の通り山と関に囲まれた天堅の地です。この前慶州で駆けずり回った時に馬が必要なのであれば長年戦場をかけてきた馬だ。ここはお前に。そうかお前。話は順。これは不義の戦だが、やらねばならぬ。この戦いに勝利し
液州を手に入れるのだ。戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。成果には進ませんぞ。この浮上は守り抜いてみせる。行け、復員たちよ。劉備の軍を蹴散らしてやるのだ。果たしてみせる。武将を奪われようとは。だが勇気に屈することはないぞ。ようやく俺たちの出番か。行くぞ。存分に暴れてやろうぜ。この勝利、皆のおかげだな。
何者にも抜かせはせぬぞ。果たして立ちこたえられるだろうか。弱気になるな。我らの力で建築館を守り抜くぞ。大義はどちらにあるか、この一戦で計らせてもらおう。ここまでか。やむを得ん。お前たちに従おう。やはり大義は劉備殿のもとに。これより劉備軍にお味方いたします。この勝利、皆のおかげだな。おお、兄者、やりましたな。生徒防衛の要、必ず攻め落とすぞ。続け。大義は劉備殿にあり、かくなる上は一心に働くのみ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。生徒攻略の足がかりとなる。進め。あの馬の死体、間違いありません。適路です。奴が侵略者劉備だ。よし、いよう。やれやれ、お前さん、わしをたたったのかい。まいったね。やらなきゃならないことはまだまだ多いってのに。まあいざ劉備殿の身代わりになれたなら上出来だよ。けど楽鵬派に鳳数打つなんてちょいと出来すぎだね。なんと、もう楽勝まで敵が。これ以上進ませてはならぬ。
んたることだ。使いながら、しくじったのに。劉備殿、あっしは休ませてもらう。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。果たしてみせる。もはや持ちこたえられぬ。撤退だ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。落城を落とせると思うな。追い返してやる。それも太刀打ちできん。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。追いつかれる前に足を落とせ。足を破壊するつもりか。俺の道はしない。兄者こそ真の三国無双なり。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。我が大使、果たしてみせる。うわぁ、もう逃げるしかねえ。急げ。進路は確保した。生徒への道、もはや阻むものはない。この勝利、皆のおかげだな。おお、兄者、やりましたな。おお、生徒はもう目の前だ。みんな、進め。劉将殿、お許しあれ。これも益州のためなのです。Thank you.
めと発作に同族を攻めるとは、劉備め恥を知れい。この砦には兵器がワンサとある。ここを落とせば生徒攻略が楽になるぜ。毒兵器を壊せるものか。返り討ちにしてやる。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。兵器はこっちのもんだ。これで生徒攻略が楽になるな。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。すごいっすね。輝いてますぜ。おお兄者ありましたな。あとは生徒を落とすだけだな。行くぜ。おめえらもしっかりついてこい。道は開けたな。これで兵器を使って生徒を攻撃できるぜ。
果たしてみせる。Yeah!
よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。制圧した。堂々とした戦ぶり、ゾロとても頼もしいです。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。
対戦、果たして見せる。